明治大学マンドリンクラブは明治大学で活動するマンドリンオーケストラ。1923年、明治大学で佐藤正恒、小賀正雄らの十数名が創設した。小賀正雄は東京音楽学校主席卒業の藤山一郎が歌唱した岡を越えてを作曲。さらに伴奏にマンドリンを使用する歌謡曲を多数作曲し、マンドリンの大衆化。 普及に大きく貢献した。ペナント1923年、明治大学で佐藤正恒小賀正雄らの十数名が創設した。小賀正雄は東京音楽学校主席卒業の藤山一郎が歌唱した丘を越えてを作曲。さらに伴奏にマンドリンを使用する歌謡曲を多数作曲し、マンドリンの大衆化、普及に大きく貢献した。同クラブからは、 小賀正夫をはじめ、竹岡信幸、清水康夫、吉田谷健治、南郷達也、小町明といった多くの作曲家を輩出している。現在では、同クラブは、ドラムスや電気楽器を取り入れ、歌謡曲、ポピュラー音楽中心の路線で、独自の地位を築いている。小賀正夫と、明治大学マンドリンクラブについては、氷伝、小賀正夫青春を永遠に、氷伝、 小賀正夫日本マンドリンギター誌に詳細に記されている。現在は小賀正夫の訓導を受けた海安文の元活動を行っている。明治大学マンドリンクラブは明治大学現役学生のマンドリンオーケストラによるアマチュア音楽団体である。特色として一つは迫力、もう一つはレパートリーの広さが挙げられる。レパートリーはクラシックから同様。 民謡歌謡曲等の日本の音楽、そしてラテンフュージョンロック等のあらゆるジャンルの音楽と他に類のない幅を持ち、現在も常に新しい音楽を取り入れようと挑戦している。演奏活動も普段は関東近郊の都市で土曜、日曜に精力的に行っているが、長期休暇になると春休みには中国、四国、九州地方、夏休みには北海道、 東北地方と近畿、北陸、東海地方へと演奏旅行を行って、全国の人々に親しまれている。また4年に一度、さらに遠くアメリカ、中国をはじめ海外まで演奏旅行を行っている。2016年はイタリア公演を行っている。明治大学マンドリンクラブは、大正12年の春、佐藤正擦氏を中心とした6人の、 マンドリンギター愛好家によって創設され、大正13年5月31日、上野の自治会館で第一回演奏会が開催された。この時のセカンドマンドリンの新狩りは、余科1年生の小川正夫だった。その後、小川正夫が首相になってからは、明治大学マンドリンクラブ独自のカラーが創造され、以来、 何でも弾いてやろうというフロンティア精神が定流となった。また、定期演奏会において、小賀正男作曲の日本橋から影を、ポヒテ等を発表、当時の暗い社会に大反響を呼んだ。そして一躍明治大学マンドリンクラブの名は、全国的なものとなり、それ以来、小賀メロディは元より、シナの夜を作曲した、竹岡信幸、貫太郎月を歌の清水康を、 女心の歌の吉田屋賢治、愛の触れ合いの小町明、その他多くの著名な作曲家、編曲家、演奏家を世に送り出しており、現在は、甲斐康文が音楽監督及び常任指揮者として指導に当たっている。クラブの伝統に、ホルテッシモの明治という言葉がある。力強く、幅広く演奏することから、マンドリンという楽器の可能性を広げようとすることを目指している。 その根底にあるのは、学生らしい、パイオニア精神と、子、小鎌沙央の、音楽はわなりの教えの下にある。マンドリンという楽器からは、小さくて可愛らしく、感傷的な音色が連想されるが、いろいろな楽器との融合を試み、一見賞を対立する、ラテンパーカッションと、マンドリンとの調和は、全国のファンに大変喜ばれている。伝統を守り、新たなるものを創造し、常に、 皆様の心を奏でるのが、明治大学マンドリンクラブの使命と考え、活動している。参考文献、明治大学マンドリンクラブ創部80周年記念、青春よ永遠に二明治大学マンドリンクラブ80年の、歩み明治大学マンドリンクラブ OB 会 HP。ありがとうございます。